こんにちは。どうも、お世話になります。今日は、ドアムール王国、ちゃうな、ドルワーム王国、ここをクリアしたいと思うんですよね。はい、まあいいや。で、なんか発表があるって言ってたんで、さっきそっちに行こうと思います。どこやったっけ、ここか、ここで発表するのか。ドゥラ委員長に何か用か。だが委員長は、ドゥラ委員長、もうお出かけですか。ああ、私の研究成果を見てもらい、ブラード国王にも早く安心していただきたいからね。では行ってくる。行ってらっしゃいませ。チオルタってなんかチオビタドリンクから名前決めたんじゃない。あれでラミザ王子と同じ16歳とは全く大した若者だ。しっかりしとるよな。玉座に向かわれた。よし、行こう。これで行こうかな。え、あ、もう着いたんか。早いな。えら早いな。ドルアム水晶球とか宝箱ね、宝箱。古代マシンをいじるか。こういう後ろとかにね、宝箱あったりするんですよ。ないね。これ後ろとかにね、溜めあったりするんですよ。あ、壺があった。あ、小さなメダル。よし。サバンナの水。じゃあ上行こうか。どっちからでも一緒か。よかろう。中に入るがよい。失われそうな太陽の石の輝きを取り戻すことができるとは本当なのか。はい、はい、ウラード国王、まずはこちらをご覧ください。それはまさか太陽の石か。さようでございます。太陽の石を手に入れたのじゃ。数十年も前に掘り尽くされ枯渇したと言われる幻の石なのじゃぞ。作り出したのでございます、国王。作った。じゃと、そんなことできるはずが。では今から実際に太陽の石を作ってみせましょう。はい、悪しき正気の塊、魔晶石でございます。ですが、この魔法布の上に置き、直接触れねば、何の心配もございません。では、始めます。
かか魔晶石を太陽の石に変えたというのか。魔晶石と太陽の石、陰と陽の違いはありますが、どちらも強い力を秘めた石。私は長い研究の末たどり着いたのです。魔晶石は力の向きを変えると太陽の石に生まれ変わるという事実に。素晴らしい。長い研究の末とか言っても16年やろ。16年で物心ついてからやり始めたってこと？よくやったのよ。天才やな。そなたの情熱がついに実を結んだのじゃな。お褒めにあずかり光栄でございます。しかしまだ安心はできません。この国を支える頭上の太陽の石が太古の輝きを取り戻すためには多くの魔晶石が必要なのです。では早速魔晶石を集めさせよう。聞いた通りだ、皆の者。これより魔晶石を集めてきた者にはその量に応じて褒美を与える。魔晶石はこの国の東にあるカルサドラ火山で多く取れます。現地にいる研究員の指示に従ってください。ドルワームを救うのはこの私だ。私の下僕として東のカルサドラ火山へ同行するのよ。何を指示ですか？決まってるじゃない。大量の魔晶石をゲットしてくるのよ。命令に背いたら痛い目を見るからね。無理やりパーティーに加わった。よし、あ、ね、人数は多い方がいいですよ。よし、ではカルサドラ火山だな、行きましょう。ダミダ王子。ジジリ、ドラゴン君すごかったね。父上もあんなに喜んださ。どうして僕はダメなのか。僕は捨てられた兄弟の分まで頑張らないといけないのに。ラミザ王子、
降りれない。ライミザ王子落ちこぼれやからな。こっちなんかのないか。ライミザ王子な、なんとかしてやりたいわ。でももう本人の努力でやるしかないでしょ。そんなライミザ王子お銀、そんな落ち込んでる場合じゃねえぜライミザ王子。ロロン、はい、王国っていうくらいからね、いいものあるでしょう。プラチナフレームやって、えー、マジで、ラストになんか取ったな。おお、ちょっと上がる。会議室があるね。会議はどこだった？会議はどこだった？下も乗ろうか。なんか本がある。あ、本ではないんか。あ、こっちが本か。スコーピオンテイル。よし、何やろう、もう一人の方ってやっぱりドゥラ院長。まあでも16歳で院長になるくらいもんね。それはもう天才に違いないですよ。ここは何もないか。なんか壺があったように見えたけど、降りてきました。あ、1階に降りてきたな。よし、じゃあクンレン城あったら分かった。条約層、素晴らしい。こう裏道、入れる。これ何？そうなんだ。ジョラミザ王子は王の資質があるみたい。バンディットバンド、すごい。バンディットバンド勝ったで。プラチナシールの、へえ、マジか、すごい、いっぱい取れる。語り部の服上、マジか。誰か語り部、減るか。ここは作戦会議室、会議室みたい。変わった本はありません。よし、ちょっと行ってみましょう。どこに繋がってんのこれ。ここか。
いいか。戻ろう。それではカルサドラ火山に行きたいと思います。くるくる回って目が回りそうだぜ。おいできました。目が回る。プラチナヘルム、プラチナシールドのな、一応レシピももうた。カルサドラ火山ね。何が待ってるのか、カルサドラ火山には。オアシスの正体のが近かったかな。まあいい、行こう。カルサドラ火山へ。うわん、山の登ってブワーン飛ぶ。あれ飛べない、うん、飛ぶ。お、飛んだ。よし、まっすぐやった。お、いやー、たまりほどだな。これだけ一体どれくらい褒美がもらえるのか。ダハハハハ、笑いが止まらねえ。あなたも魔性石を掘りにいらっしゃったんですか。はい。スカイケボクね、もうこんなに先を越されてるじゃない。ここね、魔晶石が取れるっていう洞窟は。は、は、はい。でも、随分掘られてしまった後ですし、かなり奥まで行かないと取れないかと。ちょっとだよ、誰も見たことがないくらい、でかい魔晶石を掘り出してみせるわ。わかりました。それでは皆さん、この布をお受け取りください。魔法布。王立研究院で開発された魔法布です。魔晶石に直接触れるのは危険ですから、必ずその布越しに持ってください。さあ、奥へ行くわよ。コルナナ様。神がかった布の良さを見せつけてあげるわ。よし、行こう。相当奥に行かなかもかね。大空洞、あそこまで行こうかな。ああ、キラートーチ。相手にとっても相手にもならないな。うまいな。あ、なんか落とした。ガンマの油。あら、ルナの仲間入ってる。こっち？こっちかな。こっちか。なんかすげえ魔性が出るっていうことだからこっちだよきっと。なんかある。宝箱ねえ。宝箱ねえ、ねえか。宝箱ねえか。ヨガのかけら。あったあった。よし。
いいぞ。ここでたくさんの魔晶が魔晶石が取れるっていう話か。お、何これ。ウーパールーパーや。魔性王、魔性王だって。兄貴出てきた。ルナナレベル40。ムチかな。あ、やっぱりそうやな。なんかドクターっぽいもん。キャラがそうやもんな。ムチや。パークすごい。結構食らうな。お、ルナがまあまあ強いぞ。あ、一匹倒した。魔性をやっつけました。この辺りはまだ誰も掘ってないみたいだし、でかい魔性石が期待できそうね。さあムチェ、ブッチャ、あなたたちの出番よ。ムチェとブチャはド M なんやろうね、きっと。感じるわ、魔晶石の気配を必死とね。出るわ、でかい魔晶石が出るわよ。ルルナ様、なんか変なものが。何をこれ、お札？随分古臭い風味ね。しかもペペペチャチャチャじゃない。わかったわ、取った。見て、巨大な魔晶石よ。あたしの思った通り、このお札でこいつを防いでいたんだわ。封印といちまったりしていいんですかい、ナナナさん。ふふ、何をおじけついてるのよ。そのために魔法布があるんでしょ。さっさと取り出してちょうだい。あはははは。バーカの相手つかかる。採掘の腕前がなかったらとっくに工夫しているところよ。これは想像以上ですね。いやー、やればできるじゃん、あなたたち。さあ、それを持ってドルラバに戻るわよ。大丈夫か、めっちゃ触っとるぞ。でかいな。ああ、あな
たにも魔物を掃除してくれたご褒美をあげないといけないわね。はい、これがご褒美よ。じゃあさよなら。あら、ケチやな。ルナはケチすぎる。なんもない。よし、じゃあ出ましょう。それにしてもでけえ魔晶石やったな。一旦では戻ります。ドルワーム戻って、王様に報告だな。こりゃん、ラララ遠い昔の物語、王家に生まれた双子の子、王位を争い国を滅ぼす。時は流れて歴史は巡り、またも生まれた災いの双子、三つの星を手にした運命の子。そうはいえども可愛い我が子、誰がこの子を手放せようか、誰がこの子を責められようか。国を選ぶか我が子を選ぶか、二つに一つ、二つに一つ、星降りの夜に、うらうるる。どうしたこれ、この歌。結局誰かなんか捨てられたってことでしょ、王家の子供が。あなた、魔晶石をお持ちですね。魔法布と一緒に回収させていただきます。おっと、これはなんと稀に見るささやかさ。すみません、そういうことなので。俺もささやかで。お、もらったわ。さっきまではすごい行列だったんですが、さすがにそろそろ終わりかな。うわ、邪魔よ。来た来たよ。あら、あなた、ずいぶん早い到着ね。荷物が増えないように気を使ってあげた私に感謝なさい。そりゃびっくりするわな。ねえ、あなた、王立研究員の人でしょ。さっさと魔晶石を引き取ってよ。はい、少々お待ちを。クズばっかりね。口悪っ。うちはこの魔晶石のせいでノロノロとしか歩けなくて疲れてるのに。口悪いわ。なんて見事な魔晶石だ。素晴らしい。これだけの魔晶石があればドルワームは永遠に安泰だ。さあ、この魔晶石を玉座の前へ。早速太陽の石に変えるとしよう。本当にありがとう。あなた方のおかげで私の夢が叶う。
さあ、私と一緒に来てください。皆さんにキーエンブレムが贈られるよう、私から国王に進言しましょう。キーエンブレムですって？当然よね。私はこの国の英雄なんだから。よし、王の前に今日行こう。ウナナはまあちょっとな、言葉が悪い、口が悪いんだな。結構ね、可愛いとこあるんだよね。まああれですよ、ちょっと憎めない子っていう感じですかね。ちょいちょいルナナの髪型が変わんのよね。なんかウォーズマンの笑った顔みたいなの撮ったな。巨大な魔晶石はこちらにいらっしゃるルナナさんとその仲間たちによって掘り出されたものです。これを太陽の石に変えて補充すれば、ドルワームの太陽は永遠に輝きを失うことはないでしょう。そう、私の研究の成果でドルワームは救われるのです。地上に出ることができたのは、すべてお前のおかげだ。何の話だ？わからぬのか？思い出せ。太陽の石を作るために、魔晶石の利用を思いついたあの日のことを。お前に魔晶石を使うよう助言したのは神の声などではない。まさかあれは、あの時の声はお前が？さよ、魔晶石を集めさせるため、あれはお前を利用させてもらったのだ。魔晶石となり果てた我の魂を封印から解き放ってもらうためにな。封印ってまさか、あの時ルナナ様が解いちゃった？うるさい、この油粘土！魂がよみがえった今、あとは肉体を取り戻せば
我は自由だ。あ、消えた。な、何よ。あんな奴が埋まってるなんて聞いてないもの。私が悪いんじゃないわよ。なんということじゃ。かつてこの国を滅ぼそうとした伝説の魔物天魔クワバルナが復活してしまうとは。ドゥラよ、クワバルナの言ったことは本当か。あろうことか奴の知恵を借り太陽の石を作ってしまったというのか。はい、どうやらそのようです。お前ほどの者が功を焦り魔物につけ込まれるとは。富、名声、知識、それらを求めすぎたドワーフたちの末路、知らぬわけではあるまいに。私はどうしてもこの国を救いたかった。救わなくてはならなかったんだ。フラード国王、あなたはこの3つのほくろに見覚えがあるはずだ。私は国のためにあなたに捨てられた3つの星をつかむ子です。無能な兄ラミザに代わってドルアームを救い、私を捨てたのは間違いだったとあなたに謝罪させたかったのです。ドゥラ君が僕の弟。愚かな。その話は後だ。今はあの魔物天魔クワバルナを何とかせねば。奴が向かった先に心当たりのある者はいるか。おそらくこの大陸の西の果てボロヌスの穴かと。古文書によると天魔クワバルナは肉体と魂に分けられボロヌスの穴の泉にその肉体が封印されたとあるのです。よし、ラミザよ、騎士団を率いてボロヌスの穴へ向かうのじゃ。ドゥラ、お前も一緒に行くように。はい。は、はい。まさかクワバルナの魂がカルサドラ火山に封じられていたとは。なぜ私は気づかなかった。私の責任だ。この命に代えてもクワバルナを撃つ。うん。ドゥラメ、なんという愚かなことをしてくれたのじゃ。よりにもよってあの天魔クワバルナを。しかしそれもすべて愛しい我が子を捨ててしまったわしの過ちが原因なのだ。国王様、その件は国を思うため仕方のなかったこと。どうかご自分を責めないでください。それにラミザ王子がきっと天魔クワバルナを撃ってくださると私は信じております。そなたは確か王立研究員の者だったな。名はチリと申したか。礼を言わねばな。そなたの申す通りじゃ。今はラミザを信じ待つことにしよう。ん？そなたは旅の者か。こんな時にドルワームを訪れるとはついておらんかったな。おお、なかなか腕の立ちそうな旅人だ。どうじゃ、そなたさえよければ天魔クワバルナを撃つ手助けをしてくれるか。ラミザを信頼していないわけではないが、一人でも味方が増えた方がきっとあやつも心強いじゃろう。天魔クワバルナはこの大陸の西の果てボロヌスの穴に向かったそうじゃ。
活躍次第では褒美を取らせようぞ。よし、キーエンブレムクリア。すみません、待ってください。あなたはラミザ王子を手助けに行くのでしょう。私は天魔クアバルナの封印を解き、この国を窮地に追い込んでしまいました。この罪は償われなくてはならない。ましてや私のせいでラミザ王子が危機に立ち向かうなどできるわけがないのです。あの人が天魔退治など、ラミザ王子が、兄が死んでしまう。お願いです、私も一緒に連れて行ってください。国を、兄を、この命に変えてでも助けなければ。仲間になった。王様から行けって言われとったよね。一人で行かんかった、ついて行かなかったよな、ラミザ。ラミザ王子にね、まあ、ということで、オロヌスの穴ですね。ここで対決になるということなんでしょうね。よし、決戦を前に一旦これでね、終わりたいと思います。それではありがとうございました。